どうですか、この生活も2日目ですけど。まあ折り返し2日で十分かなって。いや、明日ありますから、うん、楽しくないですか、やっぱこうやって3人で同居して。確かにね、一緒のもの食べてドライブして海来るってもうめっちゃ良くないですか。まあでも正直な話、まだ起きてる時間より寝てる時間の方が多い。15時間ぐらいになるじゃないですか。寝すぎなんだよ ね。俺多分寝てる時間の方が多いから。確かに、まだそう。でも生活リズム直ったんじゃないですか。だって9時起きの、まあそうだ、多分今日直ってるね。10時に出て今昼にここに来て、まあ、なんかライトハウスのおかげですか。まあそうだね、まあ、だからせっかくだからやっぱその普段あんま食べないようなご飯を食べていきたいよね。まあね、好きや。いや湘南最寄りにあるもん俺。最寄りにあるから、それはせっかくだったら好きやと気に入る。海があるところでなんか中尾の牛丼とか食べます。中尾も全然駅前にあります。食べとかないじゃん。なんかあんのこの辺うまいの。まあ一応湘南来たことあるんで、うん、まあ湘南ならでも魚介を食べに行こうかなと。あーいいね。まあ美味しく食べても帰ろうかなと。おー、じゃあ軽くサクッと食べて。食べよう。ここはサクッとしましょう。うん、帰ろう。めっちゃ帰りたいじゃん。ジャイアントの企画じゃなくなってきたもん。うん、じゃあちょっとお願いします。ごめんね、ごめんね、ちょっと起き上がれない。せーの。ちょっと、もうちょっと。うわ、危ない。まだ3回かかる。取れた。背景に、きょうちゃん。めっちゃ見るじゃん、これ。飲みます。乾杯。あー、お疲れ様でございます。うん、これこういう時に、コーラうまいな。犬になんか待てって言った時に。まだ、あ、です。もうちょいです。明日大丈夫か。うわ、いい音。おいしいね。あるの。あ、嬉しい。めっちゃしょっぺ。めっちゃしょっぺ。おお、うまっ。めっちゃ大盛り行ってたの。大盛り食っちゃえよ、さバッて行っちゃえ、行っちゃえ、その。ごめんね。そりゃそうだろ。そりゃそうだろ。絶対くん、はい、見やかんね、マジで。来た。上。よっしゃ、同じ。上。いや、マジで3連勝。赤。いや、やった。いや、これ本当にこの負けはちょっと重いっすね。チシューとはちょっとレベル違う。じゃあ、本当にむちゃむちゃに垂れてる。いい。ちょっとチシューもらっていい？はい。うん、うまっ。おいしい。うめえ。うんうんうん。2日目海鮮尽くしやな。確かに。俺こういうちょっと青魚というかちょっと苦手なんですよね。サバとか。何言ってんだよ。魚介臭いのがちょっと苦手で。魚介臭くはないでしょ。焼いたら全然食べれるんですけど。まあ俺青魚に親子をされてるから食べれないからね。
え、青魚の親が殺されてるから食えないじゃないですか、じゃあ。いや、そう、だから。いや、食べてください。宗教上の問題で。ちょっと。それ言ったら俺もそうしよう。そんなシークないもん。でも、この辺は全部ヘルト買ってみるから。え、俺たちは食べれるやつだよ。なんで？マジっすか？うん。食べる。確かに性格出るよね。許してくださいよ。いや、それはそんなもんない。え、それ口移しですか。こう受け取る。それミニチュウちゃん。ミニチュウちゃん。そう。そうですね。イスト。そうしたらね、ちょっと。いや、オプションついてきますよね。ミニチュウちゃん。別物になってくるの、それじゃ。まあ、キング牛丼。そう。キング牛丼。まあ、リポセント。まだ朝からキング牛丼やばくないですか、実際。今日まで3人でやってきたんですけど、明日最終日、もしかしたら新たなジャイアントが来るかもしれません。ついに。ついに、新しいジャイアントが。It's what you're doing, making me feel like I'm falling.ちょっと待って。